バス代行。バス代行とは、日本において鉄道が何らかの事情で、その輸送機能を途絶された場合に、バスにより輸送を代行することを言う。その輸送の任に当たるバスを代行バスあるいは代替バスと呼ぶことがある。一般的に沿線のバス事業者が担当することになっている。JR バス各社は、主要業務の一つにこの列車代行輸送がある。車庫が、 鉄道路線とかなり離れていても代行する場合があるのはこのためである。JR バス、鉄道事業者系列のバス事業者、鉄道事業者と代行輸送契約しているバス、事業者が所有する車両の方向幕には列車代行の表示が用意されている。このほか、歩道の通行止めにより車道への迂回が必要な場合にも代行バスが運行されることがある。 鉄道輸送の途絶によるバス代行の発生には一般的に次の事情が考えられる。災害や事故、不発弾処理など不測の事態の発生により列車の運行が不可能になった場合、その区間で代行バスが運行されることがある。鉄道が普通になった場合、その区間を経由、発着する切符はすべて発売が中止されるが、代行バスが運行されるようになった場合には、 切符の発売が再開される。この場合代行バス輸送はあくまで鉄道輸送の臨時代替とみなされ、運賃、料金は鉄道と同様に計算される。JR の場合、特急列車の代行バスに乗車するには特急券が必要である。急行列車の場合も同様である。1998年、平成10年の水害による四国旅客鉄道。 JR 四国土産線、大杉駅高知駅間長期普通時の例では、普通区間の所要時間が、高知自動車道を経由する代行バスの方が短く、列車と同一ダイヤでの行が可能だったため、大杉駅止まりの特急列車と高知駅で接続する、つくも駅方面の特急列車は代行バスを挟んで、同一の列車とみなされ、投資の特急券が発行された。一方で、土佐山田駅 湖面駅方面は代行バス経路が鉄道と異なるため、高知駅で接続する別の代行バス、土砂電気鉄道、現在の土砂電交通と共同の代行バスに乗り換えとなった。2000年、平成12年のうっん噴火の際、普通となった室蘭本線を迂回する形で、札幌駅方面と函館駅方面を結ぶ特急列車や貨物列車が函館本線で運転された。 箱館本線の内お社万べき小樽駅間では、線路容量の不足を補うために、迂回の特急や貨物列車を優先し、普通列車はバス代行輸送で対応したことがあったほか、室蘭本線の普通列車なども代行バスでの運行がされている。2001年、平成13年に、列車衝突事故で、京福電機鉄道の福井県の路線、現、 越前鉄道をバス代行にした時には、観光バスなどを代行バスに使用したことがある。2005年、平成17年4月25日に発生した、福知山線、JR 宝塚線脱線事故では、阪急バスの天ヶ崎駅、JR 天ヶ崎、川西の瀬口駅間の路線では、通常1時間に、片道1本から2本の運行のところ、 対営業者の応援により増発する対応がされた。深夜帯における代行輸送は、大阪駅宝塚駅間の直通バスが、西日本 JR バス、JR 東西線対応で、天ヶ崎駅宝塚駅間の各駅停車バスを、エリア外の新規バス、洋電気鉄道及び神戸山陽バスが担当した。2009年、平成21年の台風18号によって、大きな被害を受けた。 名称線では、家城駅伊勢奥津駅間が6年半もの間、バス代行となっていたが、2016年、平成28年3月26日に復旧したためバス代行を終わりしている。また、2010年、平成22年7月12日からの大雨により、クレ竹原駅安浦駅間とミネ前全線が、被害を受けバス代行となったが、クレは、 同年11月1日に復旧し、ミネも2011年、平成23年9月26日に全線が復旧したことで、バス代行は終了している。2017年、平成29年には、飯山市内の井出川山腹崩落の影響で、避難指示が発令され、飯山線の戸り野沢温泉駅、森宮野原駅間が長期の不通となった。 当初は二次災害を懸念して、バス代行は行わなかったが、避難指示が解除された結果、6月5日からバス代行を行うこととなった。同年7月の平成29年7月、九州北部豪雨では、久し台本線、三岡駅北機間の下月川にかかる鉄橋が流出し、2018年7月13日まで、同区間でバス代行輸送を行った。 また、北彦山線も同時に、添田駅夜明け期間が普通となり、バス代行輸送を行っている。2011年、平成23年3月11日の東北地方、太平洋沖地震、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故で運休している。太平洋沿岸の路線でも、バス代行輸送が実施されている。2017年、 平成29年10月21日現在でもバス代行輸送が実施されている区間は以下の通り。大規模なバス代行輸送としては、1995年平成7年1月17日の兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災発生に伴う鉄道普通区間の鉄道代替バスの運行が挙げられる。震災発生当日から、 阪急電鉄や神戸電鉄が一部の区間で鉄道代替バスの運行を開始したが当時阪神間の普通区間の東端であった西宮市内と神戸市内のターミナルとを結ぶ路線では路面を含む道路設備の多くが被災した影響もあり JR 西日本、阪急電鉄、阪神電気鉄道の各社とも震災発生から約1週間後1月23日 の国道2号の開通を待っての運行開始とした。阪急電鉄は、阪急バスと、阪急観光バスを基本にした、代行輸送。阪神電気鉄道は、阪神電鉄バスと名古屋阪神観光バス、現、名古屋バスを基本にした、代行輸送体制を取り、JR 西日本は主に、西日本 JR バス、九州旅客鉄道、JR 九州自動車事業部、現、 JR 九州バス、新規バスの3社を基本に震災によって貸し切りバス需要が枯渇したことから観光バス会社を加えた輸送隊であった。西宮市内から神戸市内まではいずれの鉄道路線でも本来15から20分程度、国道2号を利用したバス路線でも本来50から60分程度の所要時間という距離関係であるが震災直後は停滞とも言える。 大渋滞が発生した影響もあり、代替バスでは、片道が、軒並み3時間以上かかる状況であった。このため、各社の代替バス運行開始から数日後、1月28日には、国道2号と国道43号の各一車線を、緊急車両、代替バス専用車線とする緊急対応が取られた。JR 西日本はこれを利用して、芦屋駅三宮駅間の、 直行バスの路線を設定、合わせて山手幹線と国道2号を路線とする各駅停車便、シャトルバスを運行し、既存の鉄道駅近くの仮設バス停留所で乗降扱いをした。いずれの会社も車内での運賃収受を行わず、停留所に配置された鉄道事業者の社員が運賃収受を行った。また、 山陽新幹線も被災しだがか今日が落下するなどしたため、中国自動車道、万端連絡道路経由とする新大阪駅、姫路駅間の鉄道代替バスが、西日本 JR バスと新規バスの2車を基本に運行されたが、中国道宝塚 IC 西宮北 IC 間が大渋滞となり、運行翌日からは、三田駅姫路間に区間変更され、 新大阪駅三田駅間は、福知山線、JR 宝塚線を用いる代行ルートとなった。この代行期間中は、西日本 JR バスの車両が、新規バス、三田営業所、姫路営業所に配置されていた。鉄道復旧に伴い、バスでの輸送区間は、次第に縮小され、震災による、鉄道代替バスの運行は、同年8月22日までにすべて終了している。 外部リンクの平成7年度運輸白書第1章、第2節も参照のこと。主に地上設備の改良工事で、当該区間に列車を運行させることができない場合に、計画的に行われる。並行する他の鉄道、バス事業者への振り替え輸送を合わせて行うことが多い。日本国有鉄道、国鉄四幌線において、百七十八年、昭和十三年から、 末端部のぬかびら駅とかちみまた駅間において、鉄道営業を休止しバス輸送を行った。このケースでは、同区間の鉄道営業は、休止扱いであり、廃止はされていなかった。私鉄においても、換算路線がバス代行になるケースが多かった。私鉄の場合ラッシュ時のみ列車を運行し、その他の時間帯は、バス代行とするケースが見られた。該当例として、 末期の有田鉄道2002年廃止や北陸鉄道近名線1984年に休止後1987年廃止北名鉄道などが挙げられる有田鉄道の最末期は休日は列車を全便運休としバス代行便のみとしたつまり曜日によるバス代行と言えるまた京福電気鉄道 A 平時線の末期の東 古市駅永平寺駅間2001年休止後2002年廃止では1時間間隔で運行される電車の間に1時間間隔でのバスが運行されるというダイヤであった東古市で接続する越前本線現越前鉄道勝山永平寺線が30分間隔での運であったので永平寺線への接続は電車とバスの両方があったこれらのケースでは 営業路線での代行バスという扱いであり、定期券、回数券などでは、バス便、列車便のいずれも乗車が可能でった。2008年現在、換算時間帯のみのバス代行路線はない。日本国外では、フランス国鉄のローカル線に、バス代行便が多い。市ホ路線のような完全に休止して、バス代行のみにした路線もあれば、換算時間帯のみ。 バス便とする路線、走るのは優等列車ので、ローカル便はバス便とするなどもある。列車代行なので、当然、U、レールパスなどのパスで乗車することができる。鉄道が廃止された後に、当該鉄道営業区間に開設されたバス路線が挙げられる。代替バス、転換バスとも称する。鉄道の代替という位置づけではあるが、蒸気とは異なり、 鉄道営業は廃止されているため、運賃、料金は、鉄道のものとは異なる、独自の設定がされる。また、道路運送法が改正される2006年以前では、自治体の事業者選定の過程で21乗バスや80乗バスとして、運転される場合もあった。なお、既存の路線バスが並行して運行されている場合には、その路線が代替となることもある。しかし、 鉄道に比べ運賃が高くなる傾向が強く、また、代替路線が実際の沿線住民の需要と異なるなどのために、利用者の自家用車への一層が著しい場合もあり、代替路線バスですら廃止になってしまう場合も、存在する、名鉄谷組線の廃止に伴う、名阪近鉄バスの代替路線など。このため、路線バスの定期運賃と、 鉄道時代の定期運賃の差額を自治体が補助、素などの激変緩和措置が取られることもある。1960年代から1970年代にかけては路面電車の廃止に伴う代替バスが各地で見受けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。